どうもチャップです。今回のガイズは私のスキンジャパニーズシースーにしましたら弱々なのにあっという間にクラウン、やっぱりジャパニーズ最高ですと。もうお寿司美味しいもん、美味しいは最強、お寿司は最強、日本人最強ということがね、このねガイズによって証明されました。何言うてんのかわからんけどさ、皆さんのガイズもねよかったらツイッターでねいつでもお待ちしてるんで送ってくださいと。渋滞しすぎてさ、僕のガイズ完全に動かんかったんやけどすごい勢いで動かんかったよ、バグってんかと思ったもんすごいおしくらまんじゅうになってましたね。これすごい話脱線してるけど、今回の動画のテーマはですね、初期スキン最強説っていうのをね検証していきたいわけなんですよ。スキンってね大事でね、もうどんなゲームでもねスキンって大事でですね、やっぱ見た目でねモチベ変わったりするし、なんかね見た目変わるだけでね上手くなったりねするということがねあるわけなんですよね。どんなゲームでもこれ不思議ですよね。だからねそれをね僕証明していきたいわけやねんけどさ、まあいろいろスキン試していく中でね、結局最終的にはこの初期スキンにね戻ってくるみたいなね、そんな流れがねあると思うんですよ。ってことはですよ、つまりもう初期スキンが最強やと、ホールガイズの世界やったら明太子が最強っていうのを僕証明したわけなんですよ。うおー間違え今の完全にジャンプするタイミングミスった。ホットドッグおるやんけホットドッグマンがいましたね。あ、これは無理したあかん、無理したあかんねん、ゆっくり待って。最強を証明したいのにさ、こんなとこでさわちゃわちゃ遊んでフォーとか言うてられへんのよ。ちゃんとゴジラもおるわ。ちょ待って待てなあ、ちょ待って、ちょっと乱されてる乱されてる、ちょっと心が乱れてるわ今日。心めちゃくちゃ汚いかもしれん、やばい。寺田心くんや、心くんがさ楽屋の裏でさコーラとさどら焼き食べてさ、僕の名前心って言うんやでって言ってるぐらいさ、心がさちょっと闇になってきてんもん。別にそれはええと思うねんけどな、心くんにはもうオレンジジュースとケーキ食べといてほしいみたいなさ気持ちあるやん。寺田心くん大きくなってましたね、なんかね久しぶり見たら。何の話してんのかわからんけどさ、まあ、とりあえず初期スキン最強なんで明太子インフィニティってやっていくわ。チーズ野郎おったわ。なんや、ほうれん草ごときが僕のこの明太子に勝てると思ってんのか。あ、ホットドッグほんまに、なんか黄色のなんかほんま黄色のなんか胡椒みたいなのつけやがっておい、やんのか何してんねん。あ、押されてます帰りましょうか。ヘッドスライディングガイズ。はい、お次、ツリートップタンブルでやっていきましょう。あ、ピンクのサイが安定の配置されてますね。僕もあそこだけには近づきたくないね。やつは邪悪やからな。これ僕いつも下落ちてるけどさ、上から行ってみたいな。ちょっと上から狙っていきましょうか。やっぱ世界最強の明太子を目指してると言ってるのにさ、上を攻められへんかったらやっぱそこは良くないみたいなとこありますよ。オッケー、うまいこと言ったぞ。で、あとはこうピョーンって、あとは的確にダイビングしながらピョーンってしていく。オッケー、完璧すぎるやん。めちゃくちゃ完璧やん、完璧&完璧やんけありがとうございます。なんでここで落ちんの、ほんででもなあ、完璧やったはずやのに。ちょ痛いよ痛い、なんちゃって、痛いよ。なんかめっちゃボールの上乗れるんかいなあ、今の確実に僕のことさ、僕のこと落としに来てたよ。確信犯やったよね、飛んでる僕に思いっきり打ってきたもんなんか自動エイムが当たってなってね、噛んでますけどもね。ほんで、サイがおんのよ、この扇風機も。ほんま扇風機もえげつないし、サイのとこには絶対来たくないって言ってるのに来てるわけなんですよ。あ、これカエル膨らんでないとこにジャンプしてこうやっていった方が絶対に早いんですよね。転がりながらのホールガイズ、いける。世界最強の明太子への道は確実に進んでる。おい、さっきのホットドッグなんでここにおんねん。はい、ブロックパーティーやって、このゲームなんちゃらパーティーが好きやから、多分あれじゃん、フォールガイズの制作者にキャリーパミューパミューおったやろ。あの人もなんか年中パーティーパーティーって言うてるような気するもんね。ようわからんけど、なんか鬼滅の刃のイノシシみたいな、イノスケみたいなおるやんけ。全集中ジェリービーンズの呼吸しとる。ほんでこれあれでしょ、これに引っかかないように。これ結局あれやねん、多分余裕な気すんねんけれども、多分あれなんだよな、みんなに巻き込まれた瞬間試合終了すんねん。だからみんなにさ巻き込まれようにしとかなあかんね。でこうやっていい感じに、おお、すごい順調やで。あ、みんな大丈夫な、あ、何名か今行ったかもしれんここあれか、店員とか特にないからみんなやられちゃったらさ、みんなバイバイ金ってなるパターンか。あ、これやばいんちゃう、え、ちょ、やばいやばい、はめられてる。上行けへんかったものはこう下に行けという、そういう、ちょ待って、見えへん、全然見えへん。え、こちら、やっばー、これちょっとめちゃくちゃやばいじゃん
下は下で安全かなと思ったけど、なかなか忙しいよ、これ詰まってるから。上の方が良かった説もあるかもしれへん。あ、これどうする、やばいよ、そこそこ真ん中確実に瞳にかかってきてるから、みんな気をつけてきて、ほんま、すねぶつけへんようにしような。48秒、このステージ長いね結構長い。これあれ先読みやな、こうやって来るんちゃうかというところ先に読んどけば、未来を見通せる、未来予知の力がある僕は、まあここのステージは脱落しないでしょうね。僕世界の明太子なんでね、世界知ってるんで、グローバル社会知ってるんで、だいたいこうなんか物がさ、こう日本になってきたらさ、その奥に壁があるんで、そこを見極めといたらもうパターン把握したった。だいたいそのパターン、あ、やってもだ、やってもだ、おー、ちょっと やばいぞ、みんな気をつけろ気をつけろ、ほんま、あ、やばいやばい、これ落ちた、試合終了ちゃん、これ、おい、止めて、なんか結構来てる、結構来てるよ、結構来てるね。あ、このヘッドスライディングいらんな、これ普通のジャンプでいいわ。ダイビングしたらあかん、ダイビングしたら、ダイビングあぶな。さっきのパーティーでさ、24人おったんがさ、5人になったんやけど、あそこ地獄のステージやん。ということで、ファイナル、ロイヤルファンブル、尻尾をつかめと。なんでこんな後ろ向いてんのこれ、ほんまに。めちゃくちゃ壁好きなタイプの、壁どうしてるガイズやんけ。ほんでこれ、1分30秒。1本だけね、誰か尻尾持っとんねん。うわ、そんなとこでメリーゴーランドしとるやんけ、ほんま。で、あのメリーゴーランドみんなで全力で捕まえに行くやん。みんな協力プレイや、協力プレイ。協力プレイ、落ちてくる可能性あるから。下は任せて、下は任せてよ。最後の最後取っといてから、今のあんま焦る必要ないねんて。いえぇ待って、これさ、これダイビングとかで取れんのかな、ちょっとそれだけ試させてほしい。ダイビング間違えた、ボタン間違えた、バタンが、バタンってなんや。あと1分ですからね、まだ余裕でございますよ。まあまあ、周りをこうしっかり見とけましょう。ほんで、さっきにこの人が来るのを、まあ、分かってたんで、こう待っとくと、ほんで、そこでシュイーンって先回りするというわけなんですよ。その人がずっと持っていたとしても、最後の最後に尻尾を持って世界の明太子って言って喜んでいるのは私なんです。それだけは確実に分かっといてほしい、皆さん。あ、ちょっと待って、ナスビになっとるやんけ。いつの間にかサンタモニカ尻尾持ってるのナスビになってましたね。で、あの、ナスビを捕まえたいんですが、僕はここでなんか遊んでいて、なんか、あ、緑になってる。あ、どうしたらいいん結局、僕ここでこうやってぐるぐる回っといたいん。イエーイって言って。あ、取られてな、僕がここでイエーイって喜んでたから取られたんちゃう今の。え、これちょっと、やばい、イノシシや、待て、そんなウイエーイとか言ってたの、やばい、7秒しかない、イエーイって言ってたらもう時間ないわ、あ、緑取られてるわ、待て、え、僕なんなんこれ、めちゃくちゃ余裕こきすぎてたよ。ほうれん草ごときが僕のこの明太子に勝てると思ってんのか。さあ、ナイトフィーバーで次こそ最強の明太子の、世界一美味しい明太子へのさ、道をさ、目指していこう。てかさ、明太子って言ってるけどさ、明太子かたらこどっちの方がいいのかな。明太子、たらこの方が言いやすい、ひらがな3文字やし。ようわからんけど、なんかナスビがね、うお、急になんかスキンかぶった。なんか明太子もちょくちょくおるけどね、なんかナスビもね、大量発生してるからさ、そこ気をつけておかなきゃとね、あかんのよ。野菜に負ける可能性あるからさ、野菜ちょっと栄養価高いからな、ほんまにたらこも頑張っていかなあかんっていうところではあるんよ、ほんま。ここアポロチョコレートね、アポロチョコレートはこれ出てくる左側のトゲトゲを見てたらスムーズにいけるっていうの僕学んでん、完璧や。ナイトフィーバーこれあれやろ、これ端っこを言っといたらさ、なんか知らんけどさ、当たってもいける、生きてられるっていうさ、僕そういうの知ってんけど、まあ安心安全にしときましょうか。これ多分突っ込んでもいけたと思うんやな。あ、明太子やん、もうたらこにする、もうどっちかわからんねん、たらこ同士仲良くしよう、なんか避けれてるわ。オッケー、グーグルでございますと、まあ、結局あれやねんて、明太子ね、もうたらこのスキンにしてたらさ、ファイナルまでは絶対いけると思うねん、そこは最低証明しよう。はい、ゲートクラッシュと、ゲートをぶっ壊せ、心の壁をぶっ飛ばせ、人見知り脱却だっていうステージですね。よくわかりませんね。なんか指みたいなのおるし、なんか前に豆腐みたいなのもおると、なんやこれ。なんか美味しそうな人がいっぱいいますね。でも結局さやね、結局たらこが一番美味しいんでね。こう待って、これ4のね、こう4のこのドーナツみたいな、
このなんか団子見たらやばいねんって、この団子が。もう団子に当たりまくって何回体中の骨をバキバキにされたかと。バキバキ大、だだ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 、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、ちょっと待って。店員は29名よ。油断したらダメよ。店員は20、こっちの方がいい。絶対こっちの方がいい。よしよし、OK、ググる。店員は29名よ。これハンマーにぶつかった方がいいのかしら。いや、待って、よくわからないわ。これ無理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 じゃない？これ、やっぱりそんな気がしたわ。店員は9名よ。あと8名よ。やばいわ。これやばいわ。やばいわ、やばいや、やばいわ、やばいや、やばいや、やばいや、ウィーイ！はい、トラックアタックと、次こそタラコ、僕の明太子が世界最強の、世界を誇る世界一美味しいたい焼き屋ということを間違えました、タラコということをね、証明していきたいと思います。たい焼きはどこから来たんや、ほんまに。世界のたい焼きもええけどさ、ピンクのたい焼きはやばいのよ、お腹壊しそう。お、いい感じで、なんかいい感じのリズム刻めてるやん。あ、僕ここ、あ、待て、僕ここ初めて走ったかもしれん。お、え、ここめっちゃ鬼のように速いやんけ、この真ん中のルート。最強ルートか。これは最強ルートや。え、こんなちゃうの？ほら、ちょ、あ、でもあれやな、調子乗って喜びすぎたらスピードありすぎて落ちちゃうんや。でもすごかったですね。うーっとーい、いけるいける、こっちから逆でも、うえい。タイミングさえ見れば逆からでもいけますね。真ん中のルートめちゃくちゃ速いやん、すっごいじゃん、タラコじゃん。はい、お次、エアータイムですね。これはもう僕のフィールドですやん。エアータイムって、もうタイムやもん。フォールガイズなんちゃらタイムとなんちゃらパーティーが多い気がすんねんけど、まあパーティータイムみたいな感じでいきましょう。もうほんま、もう任せてくださいよ。僕これのプロなんでね。まあ1位で合格しようと思うわ。任せておいてください。これもシュッていくでしょ。で、こう扇風機気をつけてみんな。扇風機めっちゃ鬼のように吹き飛ばされるから。あれ待って、一瞬で落ちた。で、一瞬で座れた。ただいま。ただーいま、チャップでーす。はい、ここにおりましょう。ここでね、うまいことして、で、風が来るんですよね。風を捉えていこう。この風を、この風をここのポールで捉えていこう。そしてこれ、うわー、あそこのハンバーグに当たったらね、ハンバーグってなったんですけど、あれはハンバーグではないんやけども。で、これ確実に、はい、はい、確実にヘッドスライディングしながら、こう、味方じゃないわ。なんか、違うガイズに当たらないように注意してください。違うガイズに当たると終わります。気をつけなはれやーってことで、さ、まあ、続々とゴールしておりますが、僕ももう 100% に近くなってきたんでね、多分この扇風機が来るまでにはゴールするでしょう。ああ、これいけますね。はい、お疲れ様。そう、はい、お次ビッグショット。もうこれはもう全集中、ほんま集中してたよね。いらんことしたら落ちんのよ。そこだけ気をつけていきましょうか。なんか雷みたいなスキンの人もおるで、頭が雲になってる。そんな隙もあるんですね。これもう大体あれやね、動かんかったらね、向こうから避けてくれるんですよ。ほらほらほら、見てください。ほら、全然みんな動いてないでしょ。こんなもんやね。ほんでテトロボットちょっと焦らしてきたな。おお、怖い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 。動かんかったらなんか確実にこっち狙おうとしてきてないか。賢いな。結構なかなか賢いパワーを見せてきておりますけれども、でシーソーも傾いておりますけれども、なんかみんな平和やね。ちょっと待って、アマングアスやったっけ。アモングアスの人なんか下半身しかないやん。まあ下半身しかない、ちょっとグロいんですけど、めちゃくちゃホラーな人おるで。なんなんこれ、下半身アスやん。あ、星がやばいよ。あ、結構でもなんか落ちてんのか。ちょ、下半身アスがおんのよ。下半身アスが、あれ全身じゃなくてさ、あれあれやん、食べられた時のスキンしてる。なんかめちゃくちゃシーソーが、いや、すっごい歪んでるけども、あと3人やねんけどさ、誰も落ちへんからさ。これなんかパッパッパッと踊ってるやん。これ平和にこうやって遊んでたらさ、終わっちゃうんじゃないのこれ。これどうしたらいいの。あー痛い。あれ、これどうする、これ。ふざけんなよ、ピンポイントか。さあ、最後に本物のタラコになる日が来ました。スピンレース、スピンでタラコをぐじゅ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 回してね、生臭さを出していけば多分ね、僕優勝できると思う。頑張りましょう。なんか後ろにジョーズおるんやけど、僕のこと食べようとしてるやん。サメってさ、タラコ食べんのやばいで。僕今日タラコかもしれんけど、明太子の可能性もあるんで、めちゃくちゃ辛いで。これも進行方向にうまいことクリクリクリンって言ってたら、まあとりあえずいけると。で、僕が一番やと思いきや、もう鬼のように左に皆さんがパーティーピーポーしてるんでですね。確実にこうやってジグザグジグザグ行きましょうか。あ、完璧。あ、こっち出えへんと思ったら出てくるやつやん。でも結局こういうことなんて、ここまで来てると。もう完璧でしょ。任してください。
今日の僕はもう一味違うから、もうシャンっていくもん、はいシャンで、はいシャンシャンシャン、はいシャン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 、はいシャン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 、クリスマスやん、クリスマスの要素がありまへん、へーって、ここジャンプしなあかんで、ほんま調子乗ってたらあかんで、ほんま やばいからほんま大体調子乗ったら負けるからな、ほんま気をつけてくださいね。まあこんな感じでございますよ。まあまあまあ最初のファーストステージで脱落してたら1位のタラコにはなられんな。はい、ツリートップタンブル、ここあれでしょう、なんか上のさ、あのカエルゲコゲコがおるさ、ゲコゲコ3兄弟がおるとこ通ってったらさ、めちゃくちゃ速かったよね。ほんで僕下で遊んでたらさ、パーティーピーポーなったっていうとこじゃないの、ちょっと忘れちゃったけど、この寝てるカエルさ、この目覚ましガエル、目覚ましガエルのタイミングをしっかり見ていって、目覚ましガエルを確実に捉えていく。オッケーオッケー。お、いいよ、めっちゃええ、めっちゃええ。オッケーオッケー。目覚ましガエル確実に捉えた。捉えました。チャップ目覚ましガエル捉えました。で、あとはここヘッドスライディングで簡単に行くという。ほら、めちゃくちゃシンプルなんですよね。もうほんま、イージーゲームなわけなんでございます。もうベリーベリーイージーよ。ベリーイージー。で、ここね、いつもなんか調子乗って追ってる気すんで、ちゃんと渋滞を待っていきましょう。みんな仲良くしような。で、これ気をつけていこう、気をつけていこう。あ、ベリーイージー。はい、ベリーイージー。で、ベリーイージーからベリーイージー。ベリーイージー。おお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 。わかる、その吹き飛ばされる気持ち。で、サイがめちゃくちゃ怖いんで、僕はここをね、悠々とこうやって行かしてもらうわけですね。これシューって、ほんでシューってなって、ほんでカエルがそろそろ膨らむのやめるんで、こっちからこうやってシュッと行くわけ。あーい、膨らんでも大丈夫の、コロコロポンポン、ペンペンパー。はい、エアータイム来ました。ここの最強のポジションってどこなんでしょうかね。僕いつも左か右のさ、扇風機のところ行くんやけど、どうなん、ポン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 のとこ行くんか、くる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 ポンのとこ行く。これどっちが強いんやろ。ちょ、とりあえず真ん中行ってもええねんで、これ真ん中。真ん中ちょ、行くの失敗したんで、もうあの、すぐ左に作戦変更で。いや、ここもね、うまいことね、扇風機こう、跳ね返れない。そう、跳ね返ったらすごいのよ。11点しか稼がれへんかった僕のこの気持ちをね、ほんま考えてほしい、皆さんには。僕のこの悲しい気持ちですよ。ちょっと痛い痛い痛いよ。ほんで、こう気をつけていこう、しっかり。扇風機の風呼んでいこう。扇風機の風、そう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 、完璧や。うわ、今よかったよ、これ。あ、青の方行ったらポンポンポンのとこ行くんか。あ、ちゃうな、よくわからへん。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ガイズとガイズのこの顔面半分ガイズに僕巻き込まれた、ほんま許せへんで。ほんま、僕出る、ちょ待って、赤ちゃん何してくれてよ、ほんま、ほんま、何してくれてよ、訴えるで、僕、ほんま、サッカーやばいのよ、ほんま、訴えんで、もう弁護士に相談しなあかんわ、無料法律相談しやん、ほんま、チャップ法律事務所に、ちょっと言わなあかんのよ、これ、うまいこと、うまいこと、こちらにおって、よしよしよし、完璧、完璧、完璧、OK、風攻略しました、風完璧攻略しました、こうギリギリだって、ちょうど真ん中に挟まるようなところに引っかかったら、こっから落ちひんのよ。ジャンプは絶対にしたらあかんで、ジャンプしたらめっちゃ飛ぶから。はい、バレーボール来ました、勝ち確です。皆さんお疲れ様でした。ファイナル進出決定いたしました。もう世界のバレーボールやから、もうバレーチャップっていうさ、ゲームの名前に変えてもらってもいいんちゃう。もう僕はもうこれすごいよ、これ負けたらほんまによう動画で僕角刈りにしなあかんって思ってるぐらいの、まあ、実力はね、僕持ってますんで任せてくださいよ。なんか水色のガイズおるけどさ、水色しましまガイズみたいな、まあ、僕がまあまあまあプロの洗礼っていうのを見せてあげよう。ちょっと今のラグったんかな、かわいそうかもしれん。今のなんかラグっとったんかな、なんかすごいことになってましたね。あ、これは確実に入ってきそうなんで、まあこの辺かなみたいなさ、ところを呼んでいくわけで、この低い弾道でのアタック、これが世界のバレーボーラー、よりね、低い弾道でね、ぶちかませたらいいんですよ。で、これ、シュンってやって、シュンと、なんか、ぴょんぴょん飛んではったぞ、今。ポンポーンと。僕、今、2点取ってますんで、これ、3点、3-0になった瞬間、僕の勝利は確定するという方程式にはなっております。さあ、低めの弾道で返していきたい。低めの弾道はやばいから。あのバレーボール、ちょっと家に欲しいよな。ヘリウムガスめちゃくちゃ入ってるんでしょうかね。はい、もう、3-0。これはやばいで、ほんまに。これが世界の、あ、ちょっと、あ、なんか、ジャンピングしだしはりあったね、これね。圧勝とかし始めたらね、みんな、あ、うまいよ、今のその返し。いや、これはいいライバルになるかもしれん。これ、世界の明太子として、いいライバルになろう。なんか、触れてなかったって。まあ、こういうこともあるよな。
わちゃわちゃしましょう。あと20秒ですからね。ゆっくりパン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 、的確に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 跳ね返していこう。的確に、ちょっとやばいやばいやばい、ここに来て、ここに来てタラコの雑味が出てきたかもしれへん。あと10秒ですからね。さあしっかり時間稼いで、お、うまいうまいうまい、それめっちゃうまい。今の攻撃はほんまめっちゃプロやった。今のバリプロ。今のアタックめちゃくちゃうまかった。お手合わせありがとうございました。うわー出たよ、バキバキ腹筋チョコモナカジャンボ。まあ、これでも優勝したらもう初期スキン最強説も立証していいんちゃう。もうこれ僕ほんまやばいステージやから、これ最後にふさわしい。これなんかねぴょんぴょんってこう2回ぐらいジャンプ、あ、1、2、3、1、2、3でこれなんかジャンプしたらね良さそうではないかと。僕いつも走り回ってるんで、こうジャンプ作戦をこう匠一郎使っていこうかなみたいな感じで行かしてもらうわ。こうやって任せて、ほんま世界の明太子やから飛ぶ意味はあるんか全然分からへんで。え、どうしたん、え、嘘。なあの人なんか落ちていったんやけど何があったんや。旅立って行きはりましたね。どうしましょうか、この辺ちょっと穴あきあきにしときます。この辺この辺からちょっと下にさタラコの泉があるんで、タラコの泉ゾーンを増やしていこうか。タラコの泉ゾーンでもあんま開こうとしてたらさ、僕ミスってさ落ちてしまう可能性あるから、ちょっとそこだけ気をつけていかなあかんねん。ほんまにめちゃくちゃ怖いねん。一応着実にタラコの泉は作ってんねんで今。これ走ったらね凍ったりすんのよ、だから怖いのよシンプルに。これまだいけんな、いける、あいあいあい、あ、いやいや、やっぱみんな飛ぶんかな、分からへん。僕がペンペン飛んでるからみんなも飛んでるのか、それとも飛ぶのが正しいのか全く分からへんけど、ほら今はやっぱ走り回らん方がいいねんて。急がばチャップっていうことわざあるやん、多分そういう感じだよこれ。まだだってなんかみんなね生きてはりますもんね。ちょっとこの辺ちょっとあれやな、みんな密集してるんで、この辺ちょっと潰しに行こうか、潰しに行こうか、潰しに行こう、潰しに行こう、潰しに行こう、荒らし始めた、荒らし始めたね。こうなったら、あかかか、荒らし始めた、みんな荒ぶるわ、あかかか、アラビアだなる、アラビアだやん、ちょ、アラビアだなりよんねんって、ほんま、あ、ちょっと待って、やばい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 、慎重に、慎重に、オッケー、オッケー、オッケー、やばい、つわもんや、つわもったじゃ、この選ばれし3人、これで勝ったらほんま、真のファイナリストやろ、ちょっと、仕掛けるか、仕掛けるしかない、仕掛けるしかない、こんな、ぴょん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 、こんなちょっと平和な暮らししてんもん、この人、この人の平和な暮らしをちょっと脅かしていかなあかんと思うねん、こうやって的確に。この辺をこうやって脅かしていつつ、はい、脅かしていく、脅かしていく、よし、だいぶ脅かせたんちゃうか、どうや、そんなこともないのか、どう、誰が勝つ、誰が勝つ、ちょっと誰が勝つか分からへん。でもこっちもちょっと、あ、でもな、脅かしてたら一人が得する可能性ある、ちょっとぴょんぴょんしてる、ぴょんぴょんしてるね、ぴょん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 、あ、この辺もパン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 ってして、この辺もぴょん、はい、ぴょん、はい、ぴょん、あ、やっべえな、ちょっと待って、そっちの足場潰されたらやばい、こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう、よしよし、確実に行こう。待って待って、これじゃみんななんか